仲間に怪我させた。怪我？ああ、今頃死んでるかもしれないな。ケイタ、あんたなんでそんなことしたの？仕方なかったんだ。橋から人を落とすとどうなるかどうしても気になったんだ。そう、それなら仕方ないわね。ああ、それならってなるわけねえだろ。ええ、調子狂うぜ、イカレ家族。とにかくこのガキの親のお前らに慰謝料もらいに来たってわけだ。慰謝料？ああ、子供の罪は親の罪になるってわけだ。諦めて金を払うんだな。わかったわ。そうか、このことはもう縁を切るわ。え？え？縁を切る？息子さんと？縁を切るわ。何言ってんの？え、だってこ、え、子供とだってお金だったらどっちが大切ですか？お金よ。お金？お金。子供より？お金。子供より？お金。いや、でもあんまりあれですよね。子供本人の目の前でそんなこと言ったらかわいそうっすよ。ね。やっしゃー！おいさまじゅうだ！珍しいな。いや、やっぱ親が親だったらあれなんですね、子も子なんですね。とにかく用が済んだならもう出てってちょうだい。ちょっと驚いたが、こうなりゃ仕方ない。実力行使だ。おいババア、ちょっと表に出やがれ。私に向かってババアだなんて覚悟はできてるでしょうね。てめえこそ、俺は化け物相手に手加減しねえぞ。てめえやるじゃねえか。私も驚いたわ。まさかあんたがここまでやるとはね。まだまだこっからだぞ。でも残念、私の勝ちね。ああ、どういうことだ。マジかよ。うりゃー、バカ野郎。お前こんな俺練習態度でいい練習できると思ってんのか。おい、めっちゃ厳しそうだぞ。おい、てめえら聞いてんのか。おい、やる気あんのか。おい、お前ら新入部員か。早く来い。あ、はい。はい、こいつらね、今日からうちの部活入ることになったから仲良くするように。はい、はい。俺ら監督の力だ。お前らもしっかり練習するように。はい。僕ら全員1年生なんで、皆さん先輩ですよね。ああ。てかよ、他に部員はいねえのかよ。はい、上級生はみんな辞めちゃいまして。ああ。まあ、あの鬼みてえな監督がいたら、無理もねえか。てか、2年生にめちゃくちゃ有名な不良の方いるって聞いたんですけど、それって本当ですか？え？ああ、それ俺。え？あの今世紀最大の極悪不良と言われた方ですか？え、すげえ、本物だ。やめろし。おい、新入り、体力テストだ。早く来い。てかよ、おめえらあんま俺不良って広めんねんな。あ、はい、わかりました。あの人かっけえな、頼りになりそうだな。はい、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 
熱い。なんだあの根性なしは。全部走り切ったぜ。お疲れ様です。あの松本さんどうしたんですか。なんか体調でも悪いんだろ。お前は根性がつくまで声出ししとけ。はい。はよー、はよー、はよー、はよー。あんな松さん見たくねえぜ。あ、なんかある。今日は本当についてないな。集まったのは50円か。ん？さっきのって宝くじだったよな。まさかな。当たってたりしないよな。当たってる！5歳の頃、父親に連れられて初めてやった自販機あさり、初めて見つけた100円玉の嬉しさは今でも覚えてる。10年以上、雨の日も雪の日も続けてきてよかった。今まで集めてきた自販機の小銭、多分10万はある。欲望、解放してもいいよな。お前、あれしょうがねえな。いや、なんすかしょうがないって。おい、あ、あれ見るわ。何があった。あいつがタクシー。お、どうしたんですか。おー、ちお前いつからいたの。俺ずっといましたよ。確かに吉田は貧乏なはずだったよな。小島、いつからそこに。おう、ずっといたぞ。教科書の43ページな。くっそ、写真ねえじゃねえか。おい、りょう、写真一本くれねえか。いいよ。ありがとな。確か5円だったよな。あ、いらない。いやでもよ、本数で割るとこんぐらいだろ。うん、大丈夫だよ。いや腹減ったな。それ新発売のグミじゃねえか。そうだよ、食べる。いや大丈夫、今日おにぎり1個しか持ってきてねえから。いや、いいよ、あげるよ。いや、いいよ、もらうとおにぎり1個と交換だもん。え、そんなことしないよ。本当か。お、本当だよ、ほら、食べな。いやーにしても冬休みが終わるのが楽しみだったのは初めてだぜ。なんたって今日は松さんと久々に会える日だからな。せーどこ行った。よし、全員席に着け。なんで松さん初日から遅刻かよ。さすが松さん。実はそのことなんだが、冬休み入ってすぐに松本が事故に遭った。え、大丈夫なのかよ。身体的な問題はないのだが、事故で一部記憶をなくしてしまったらしくてな。学校の記憶も戻ってないらしい。
な。松本に会う前に伝えておいた方がいいと思ってな。それじゃあ松本、入ってくれ。松さん、紹介するぞ。お前が仲良くしていた厚田、吉田、そして花山だ。厚田くん、吉田くん、花山くん。そんな、松さん、本当に戸惑うことも多いと思うが、これまで通り仲良くするように。よろしくお願いします。いやでも一緒に過ごしてればね、ほら思い出されますよきっと。うん、楽しく行きましょう、楽しく。はい、そうだよな、松さんがなんか思い出せるようにこれなんかいろいろやってみよう。あ、そうだね、はい、そうしよう。うん、よし、それじゃあ松さんの記憶を取り戻すための会議始めるか。ああ、松さんの好きなものといえば、あ、タバコ、タバコを吸わせてみるのはどうだ。おう、ナイスアイデアだ。松さんはヘビースモーカーだからな、何か思い出すかもしんねえ。そうだよ、頭では忘れてるかもしれねえけど体はきっと覚えてるはず。そうだ、これしかねえ。よしよし、やってるぞ。よーし。そんな、以前の松さんなら咳込むなんてことなかったのに。まあ久しぶりに吸ったわけだし、ああなるのはしょうがねえよな。ああ、そうだね。あ、喧嘩？喧嘩はどうだ？松さんは日常的に喧嘩をしたわけだし、何か思い出すかもしれねえ。それだ、生まれてこの方喧嘩無敗の男、喧嘩すれば何かあるかもしれねえ。松さん、自分の力に驚くんじゃねえのか。いかるぞ。よし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 。やめてくださいよ、怖い怖い。もうマジかよ。以前の松さんだ、あんなやつ瞬殺だったのに。おい、りょう、お前どうしたんだよ。お、松さん、聞いてくださいよ。何やってるんですか。おお、ぼっちか。実は俺、ジャニーズ目指そうと思ってんだよ。は？いや、だからアイドルになるんだよ。おい、りょうくん、冗談は顔だけにしてくださいよ。てめえ、笑うんじゃねえ。いや、だってアイドルの人たちでこんなコメントリーなブス見たことありますよ。どっちかっていうと、だって歴史目指した方がいいですよ。てめえっていうことがあったんすよ。なるほどな。りょう、お前の気持ち分からなくもないぜ。俺も中学の頃。おい、ワッチ、何見てる。あ、今撮ったアイドルさんの映像を確認してました。てめえ見てるやつ。あ、僕もこういうアイドルさんみたいになりたいな。おめえがなれるわけねえだろ。